てこちらどこでしょう。あ、こちらはだいぶ山深いので山城の一部だと思うんですけども、あ、主任すみません、話をですねもう始めちゃってました。はい、今からお、これ今どういうことになったんですかね。はい、こちら立山城の堀切りという場所でございます。はいはい、最上川沿いから登ってくると、まあ、今のようにこう頭上から攻撃を受けてしまうという、なるほど、恐ろしい場所です。なるほど、さすが大江が作った堀切りですね。あっという間に殲滅させられるんですね。はい、気をつけましょう。よくわかりました。ありがとうございます。はい、ではちょっと場所移りました。今度こちらはどこでしょうか。はい、あ、だいぶ開けてますね。はい、これはだいぶ展望がいいんですけども、これどこなんですかね。はい、あ、主任、さっきは災難でしたね。主任、主任さん、でここの、最近ここで何が分かったんですか。はい、こちらあの立山城の中ということですが、はい、ご覧のようにあの、まあ、中核にあたる主殿ですとか、はい、八幡座のすぐ近くの曲輪ということになります。はいはいはい、で、まあ、立山城自体この、まあ、山の中にご覧の通りたくさん曲輪、はい、まあ、平場ですね、はい、と切り岸が作られて工業が図られているような、まあ、山城になっております。はあ、なるほどですね。最近はじゃあどういったまた発見があるんでしょうか、この城に関しては。そうですね、はい、まあ、お城の中の方は、うん、こちらあのここも白鳥がしてるんですが、まあ、開けていくとこう岩盤があって、はい、柱を立てるために岩盤を丸く掘り抜いたような跡が、まあ、たくさん見つかっているようなお城ということになるんですが、うんうんうん、あのそちらに通常人がずっと住んでいたわけじゃなくて、はい、普段人は麓の、うん、さっきの最上川沿いの方に住んでいたと言われております。はい、長らくと言われてますということで、はいはいはい、本当にいるのかわからなかったんですけど、はい、まあ、昨年今年ぐらいの発掘調査で、はい、こちらの方本当にあの人が住んでいたような建物の跡とか井戸跡など当時の暮らしの跡が、はい、見つかったということで、まあ、本当にそういった山城と麓の暮らしがあったということが分かってまいりました。なるほどですね。ちなみにこのですね、あのお城の中ではどういった活用が行われていて、まあ、地域の方にとってどういう場所なんでしょうかね。はい、あの先ほどご覧いただいた日本一公園、とても眺望がいい場所として、はい、まあ、観光地、非常に地元の方からも親しまれておりますが、さらにお城の本体の山の方まで、まあ、皆さんにあの山城ご覧の通り曲輪など見えますので、そういったものを体感しながら歩いていただけるようにこのようにあの散策路などを、まあ、整備しつつ、ご覧のようにこちらあの非常に眺望が開けていて、蔵王、朝日連峰、月山、葉山と360度山がずっと見えるんですけ ど、まあ、そういった立地を体感いただけるようにあの、まあ、樹木などを整理して景観の整備ということを進めておりますので、はい、まあ、ぜひ皆さんに 歩いていただきたい、さらに観光客の方などにもたくさんお越しいただきたいというところでございます。なるほど、まあ、地域のまあシンボルとしての遺跡の側面も十分あるような形ですかね。そうですね、はい、わかりました。はい、水戸さん、ここはどんなところなんでしょうか。はい、こちらはあの山城の山頂で八幡座と呼んでいる場所です。八幡座、はい、はい、であのご覧の通りこう木のベンチのようなものと柱立っているんですけど、こちら発掘調査の結果櫓のような建物が見つかっております。櫓、うんうん、まあ、跡と考えられるということで、その大きさ規模が分かるように、うんうん、調査で見つかった柱の穴の真上に柱を立てる形で、まあ、ちょっとベンチ的な休憩施設兼ねる遺構の表示と作らせていただいているところです。なるほど、このお仕事を水戸さんがされたんですかね。これもそうですね、まあ、私だけではなく地域で動いているんですけど、なるほど、まあ、はい、させていただきました。いや、ところで水戸さんご自身は日頃はどんな仕事をされているんですか。はい、こういったこと以外にもさまざまなことがあると思うんですけども。そうですね、はい、あのこちら寺田立山城跡の史跡整備ということで、まあ、こちらですと例えば発掘調査、ここであるアルミタートなんかありますが、はいはいはい、そういうようなお仕事から、はい、あとはあの文化的景観の方も担当させていただいておりまして、はいはい、あのご覧の通り最上川沿い、はい、町並みあるんですけど、はい、まあ、そちらに今あの治水対策ということで、うん、堤防が計画されております。はい、でそちらの方を文化的景観と、まあ、うまく両立する形で作っていただけるように、うん、先生方ですとか事業主体さん、うん、まあ、あとは町の方と、まあ、調整をさせていただくお手伝いのような仕事をさせていただいております。なるほど、幅広くされてるんですね。
三富さんにとってですね、この文化財の仕事の醍醐味っていうのは何なんでしょうかね。はい、先ほど あの景観の話、史跡の話があり申し上げましたが、はい、例えば史跡の話だと整備の前の発掘調査ということで山に来て掘らせていただいて、はい、で実はこの写真ここに大きい木があってかなり高いところまで木に登って掘ってます、はい、かなりちょっといいのかな、はい、そんな仕事から、はい、まあ、山で新しいものを見つける発見のお話から、はい、先の堤防だと町の方との調整、いろんな調整の仕事、あとはあの景観の方だと普及啓発事業ですとかで、うんうん、まあ、子どもの方に、特に若い世代の方にいかに伝えていくかということで、うん、あの景観をヒーロー障子立てにして幼児の方と一緒に街を巡るというような、まあ、ちょっと楽しい仕事まであって、まあ、非常に幅広い分野に関わることができます。であとはあの最初チームで動いているといったように、私の係に今3人で文化財全般担当しているんですが、まあ、一応文化財の専門職的に仕事は私なんですけど、あと2人の方もあの行政の方で、まあ、当然あの、まあ、何でしょうね、金銭的な補助事業のプロフェッショナルとか、うん、調整の方の土木関係のプロフェッショナルとかなので、まあ、みんなでわちゃわちゃしながら非常にいろんな分野に触れられるということ、まあ、新しいものを見つけるような発見から町のそういういろんなものに触れられる、本当に飽きない、うんうんうん、そういうところが一番醍醐味かなと思っております。なるそうですね。いや実にあの大事なお話ですね、まあ、日々刺激的な仕事され、まあ、刺激的な日々であるし、まあ、何より、まあ、あの大変好奇心を持ってですね、いろんなことに取り組まれているというのがベースにあるとは思うんですけども、でただ、まあ、こんだけ多様なですねお仕事をする上で、まあ、モチベーションの維持というのは大事と思うんですけども、まあ、この景色をですね見てたら僕なんかもすごいもうあのリフレッシュする気持ちになりますが、そういったそのモチベーションの維持の秘訣といいますか、そういったものが何かあったら教えてほしいんですけども。そうですね、はい、あの子どもさんの授業が私結構大好きで、あの自分も楽しみながらさせていただいているところなんですが、はいはい、あのまあ、一番最近嬉しかったことでは、小学生の方、このお城なんかを案内して歩くようなイベントでよくさせていただくんですが、うん、そちらであの地元の小学校の方からあの、まあ、歴史が好きなお子さんから、大きくなったら僕も三戸さんと一緒に働きたいし、こういう仕事してみたいですって言ってくれた子がいらっしゃって、うん、はい、まあ、すごい嬉しいですよね。やっぱりぜひもう頑張って大きくなって早く来てくれっていう感じというか、なので、まあ、やはりそういう子どもさんとかとのにいろいろ思いが伝わったりするととっても嬉しいし、モチベーションとしては大変高まるものかなと思ってます。なるほどですね、ありがとうございます。まあ、この素晴らしい景観を背景に、やっぱり人と関わりながら、物と関わりながらやっていく仕事だと思いますし、やはりそれが今の街づくりにつながっていて、でさらに、まあ、そういった若い子のですね、次なるあのバトンを渡しつつもあるというところでありますので、まあ、ますますあの楽しみな街ですね、大谷町ですね、はい、ありがとうございます。了解いたしました。はい、こちらがあの重要文化的景観の重要な構成要素になっている建物の一つですが、まあ、最上川舟運の、港町として栄えた町、あとは城下町と言われている、まあ、短絡地割が、ま、並ぶような町ということで、こちら原町、内町、横町を今からあの歩いていただければとご紹介させていただきたいと思います。ここが原町通り、原町通り、はい、はい、です。で曲がって内町横町の、はい、通りです。わかりました、じゃあ行ってみましょう。はい、この辺はだいぶこれ全部重要な構成要素ですか。あ、そうですね、はい、こちらのお宅、こちらのお宅、こちらもあの 1,2,3 軒4軒並んで重要な構成要素です。でこちらあの明治末期に大火で割と燃えてしまっているので、まあ、木造建築、通り沿いの木造の建築は明治末のその大火直後、明治本当39、40頃に建てられた建物が多くなってます。でその裏にある土蔵はそれ以前の江戸期のものも、まあ、燃えなかったものは残っているというような町並みです。皆さん綺麗にされてますね。大事に使っていただいてますね。ひな祭りとかやっていただいたのこの辺でしたっけ、うん、あの中で公開。あ、そうです、そうです、はい。こちら原町通りは特にあの見世蔵ということで、通りに面した土蔵、こちらこちら、はい、あとその先ほどご紹介いただいたひな祭りをされているお家ということで、割とあの通り沿いの土蔵が多い場所です。
並みっていう感じがしますね。はい、この辺のこれは最上川舟運とどれぐらいつながるのか分かりませんけれども、皆さんがこう頑張られてこうやって町並みをこう守ってきたっていう感じなんですかね。そうですね、まあ、所有者さんかなり大事にされてお住まいになられている方が非常に多いので、まあ、こういう形で今も残ってらっしゃるんですね。ですかね。あ、そうですね、土地利用としては片側にやはり建物を寄せられて、半分を通路のような形で、はい、まあ、奥に抜けるような形で使われていらっしゃって、まあ、今はお見せされてないお家たくさんありますが、まあ、正面がいわゆる店舗的な建築、まあ、住宅的な部分、あと奥に土蔵、さらに裏に畑というようなまあ土地利用が伝わっている建物群が並んでいるというような特徴がございます。片側は庭にしてずっとつながっているという場合が多い。多いですね。はい、このお宅だと あっち側ですか。そうですね、がつながっていると、はい、この辺りも重要な構成要素たくさんありまして、先ほどの通りは明治末の大火と申し上げたんですけど、こちら昭和11年に大火を一度受けているので、その直後に建て替えられた木造建築が非常に多く残っている場所です。でもこちら高取家さんという重要な構成要素、こちらも昭和11年の大火直後の建物だったりします。で隣が、はい、こちらもアテラ、はい、これは何か転用してるんですか？何かの建物の跡を使って活用されてる感じですけど。はい、こちらもその大火直後に作られた銀行、もともと銀行さんの支店だった建物を、今は支店さん使われなくなった後、町にご寄贈いただきまして、アテラさんということで地元の団体の方が交流施設や喫茶スペースとしてご活用いただいてます。文化財の活用ですね。そうですね、まあ、非常に形などもうまく活かしながら、おしゃれな建物にリフォームしていただいてご活用いただいてます。見せていただいていいんですかね。はい、じゃあちょっとお邪魔してみます。こんにちは。お邪魔します。お世話様です。こんにちは。あ、大きいですよね。お金持ちがたくさん住んでるんですよ。そのリフォームしていただくときに、梁とか天井をその、まあ、銀行さんの視点で最終的にはこう天井張られてたんですけども、もともと非常に高い天井で、おしゃれなデザインだということで、復旧復元していただいて、こういった形でさらにまあおしゃれな作りのランプなどをつけていただいてご活用いただいてます。あとはやはり銀行さんだったんですけど、最初こちらの建物を銀行として作られて、その後一度警察署になって、また銀行の支店になるという結構変わった運命をたどってますので、まあ、窓にはまっている格子など、そういった時代の名残のものもこちらリフォームの時に残していただいているという形です。この格子です。はい、格子。盗んでも逃げられない。そうですね。そう、窓から逃げたか分からない。試してみますか。こちら林部一郎商店さん、はい、重要な構成要素の一つですけど、入ってみましょうか。そうですね、これは商店建築として特定されてるんですかね。はい、商店建築と、まあ、奥の土蔵と、奥の土蔵とか、ね、特定させていただいております。ちょっとお邪魔してみましょう。はい、こんにちは。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 いらっしゃいませ。こんにちは。と申します。よろしくお願いします。お世話様です。よろしくお願いします。こちらでいいですかね。はい、どうぞどうぞ、おかけください。はい、どうぞお休みください。どうぞ。暑いところ、大変ご苦労様です。景観についていろいろと昔からご支援いただいているようでありがとうございます。いいえ、とんでもないです。このお宅はどんな感じで、なんか生活感があって、ザ文化的景観の風景って感じですけれども。失
素敵なあのお宅のちょっといろんなお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、どうぞ。こちらの建物、はい、大火の後に建てられた建物なんでしたっけか、うん、はい、はい、昭和11年に大火ありまして、あの大火前 の、 あの私もちょっと嫁なのでわからないんですけども、大火前の頃は生まれてないんですけど、はい、ここがあの大火前のお店の様子なんだそうですけど、その後があの大火後に建てた時のお店の様子の写真がこの写真なんですけど、この建物が結局この、 あの今の建物なので、今昭和99年ですか、だと 何年になるんですか、ここ11年だとね、88ぐらいになりますよね、前ですね、の写真ですか。そうですね、にぎやかだったんですね。そうですよね。林さんがその中にいらっしゃるんですかね。多分この真ん中にいる方があの V 一郎さんっていう2代目の V 一郎さんなんだそうですけど、うちの人で4代目なので、初代の V 一郎さんはちょっと近くからお婿さんに来た方がここを創業、明治28年に創業したっていうふうに書いてありましたけれども、その方が1、あの初代で、この方が2代目で、3代目はうちの人の父親で、うちの人が4代目になるようですね。今はたい焼き屋さんなんですか。今は、はい、あのまあ、酒屋なんだけれども、はい、私がちょっとあの酒屋さん嫁来ておいて甘いものが好きっていうのが あのあれなんですけど、あのたい焼き屋を前からやりたくて17年前に始めたんですけれども、であの1個ずつ焼く、はいはい、一応焼きをこのお店に合わせてちょっとこう今風じゃない 昔風のっていう趣があるかなと思ってやったんですけれども、その前は八百屋さん、酒屋さんの前は八百屋さんだったんですね。なんか多分町のスーパーみたいな感じだったと思いますけどね。いろんなこの辺の通りはあの何ですか、向かいはあのお醤油、味噌醤油屋さんで、はい、同じような作りなんですよね。そうです、似てますよね。あそこ玄関開けるとですね、同じあの通りがダーッとあってですね、本当に同じような感じなんですよ。ですよね、本当この建物あれに似てたりしますからね。そうなんですよね。これがドーンとまっすぐある感じで、でお店があって茶の間があって仏間があって台所があって、うん、あのお風呂場があって外にトイレっていう、はい、でオクラがあるっていう、なんかドーンとこう長いのがこう並んでる感じなんですね。うん、大抵蔵があったようですね。今は蔵使われてるんですか。今使ってます。ので私も知る人ぞ知るのたい焼き屋でいいのかなって実は思ってて、でも有名になっちゃったんですか。そんなでもないんです。あの列ができるほどのたい焼きじゃなくて、あのまあ売り出しの時はたい焼き桜さんも出てんのかっていうぐらいの知名度で、その時は買おうかなっていうぐらいで、あまり行列のできるお店なんか目指さなくても私はいいんです。あの来た時に美味しいなって食べてってくれて、なんか古いなんかどうでやられてるって聞いたんですけど、あの一個ずつやるんですね。それで見せてもらいます、ね、ぜひあの食べてみますか。たまたまあの私のおじが和菓子屋だったのでね、それでそういうのであんこも好きなんでしょうかね。なんか遺伝してしまったんですね。なんか遺伝あったのかね。それであのいろいろ教えてもらって、それでできたんですけど、あんこもですね自家製で、夏場ちょっと暑くてなんかあの休みするんですけれども、この取っ手のところは熱くならないんですか。ここはね熱くならないんですよ。イベントある時ですとね、はい、あのこれ機械持ってって焼くんですけれども、コロナの時で随分イベントなくなりましてね、これね古いものをやっぱりなんて言うんだろう、古いものってやっぱり
すごく思うんだけれども、この柱にしても何にしても本当に今の建築では使えないような贅沢なものなんだなって私思いますね。あのこのショーケースもですね、一本も釘使われてないんです。レールもガラスが入ってると、うん、これもあの波ガラスって言って横から見ると波々になってるんですよね。それ一枚ものだし、レールもですねあの木なんですよ。なのでこのショーケースもなんかあの随分古くていいものだなっていう。はい、あ、焼き上がりました。こんな感じに。どうぞ。大丈夫ですか？近く。近く寄れますよ。はい。私を取らないでこっち取って。鯛を取ってください。はい。食べてみますか。はい、さて皆さん、文化的景観に行こう第3回山形県大江町編いかがだったでしょうか。約1日ですね、今回は初めての全編ロケということで、はい、いろんなハプニングが多少ありましたけども、無事にですねこうやって最上川まで降りてきてですね、この山形県の物資流通の大動脈の、今最上川を眺めながら、締めをしたいと思います。私の方はですね、このですね阿寺沢立山城跡をですね実際に拝見をして、でこの場所がですねやはり陸上交通と、あと水上交通の要衝にあるんだなっていうのを痛感しましたし、やはりこう城から見下ろせるですねこの最上川の景色と、あとはその眼下には中世の町場があったということもですねお聞きしましたし、それが結局現代の、近世段階のですね近世から近代にかけての町場の形成につながっているということで、その起源である、お城も入れて大満足でした。水野さん、いかがでしょうか。はい、一日たくさん歩いていただいてありがとうございます。今のおっしゃっていただいたように、中世近世近代現代と町並みをつないできましたが、大江町では今町場の他にも例えばおしんの会さんという新規就農者の方受け入れ団体さんの受け入れなどが大変好評で新規就農の方が増えていらっしゃったり、あとは空き家バンクの方もたくさんお問い合わせをいただくなど、現代からさらに未来、令和以降に繋いでいくというような取り組みも非常に頑張っております。ですので、ぜひ観光にお越しいただいて大江町も眺めていただきたい、建物も持っていただきたいですし、気に入ったらぜひ重要文化的景観の町並みなどにお住まいになることもご検討いただければとっても嬉しいなと思っております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に大きなハプニングもなくここまで来れてよかったと思ってます。水戸部さんをはじめ大江町の方々はこう選定しても何年10年ぐらいですかね。そうですね。でずっと頑張られてきてコツコツとですね一つ一つ修理をして、イベントも普及啓発というかですね地元の人と対話を繰り返しながらこの町並みあと風景を守られてきているので、日本の一つのですね最上川近くの風景として、また心のふるさと、みんなの心のふるさととして文化庁としてもちょっとずつ今日お話ありましたけど持続可能な話で形でですね応援していきたいと思います。こんな文化的景観、制度20年ですけれども、こんな素敵な街をですね少しずつお手伝いしながら日本全国に、広げていきたいと思ってます。今回はどうもありがとうございました。